宣言が出るタイミングっていうのはどのくらい前から決まっていて、それに対する例えば具体的な何千人になったら出るとかっていうことは決まっていたりしたんでしょうか。出るだろうというのは皆さん思っていましたし、3月27日の第1回の諮問委員会の時から委員の間からはもう出すべきだという議論も出てきました。実際に出るぞというお話を聞いてきたのは2日前の話になります。何が最終的に決め手になっているんですか。緊急事態があるならさらにその上も作らんといて、だってまた200何人しか死んでない、何万人、10万人とか死ぬウイルスが来たらどうするんですか。それぐらい想定してこい、デザスター大災害を想定してる。国民の1倍ぐらい死ぬのも、